哎，你今天要做什么？你的生日蛋糕。使ってなかったから忘れた使い方。应该只有一两个按键而已吧，一两个ボタン。因为我从日本回来之后，家里的东西不知道放在哪里。对啊。所以一直都打电话给セイカ。那个刷牙在哪里？牙膏在哪里？就是我在工作的时候嘛。还是我在外，或者我在外面的时候。对，都有。按错了。哦。ダメやね。喋りながらしたら、因为又也回去了日本三个多月啊。对呀。ありがとう、待っててくれて。一定等啊，絶対待つよ。谢谢。お菓子作りはさ。計量が命だから。煮飯的时候可以随便放调味料。え、多放了吗？0.3。哦。啊，我还在日本的时候做了一次你想吃的蛋糕，练习一下，然后跟自己家人一起吃。我记得他们说很好吃，对吧？对呀，而且这个蛋糕冷冻之后也变更好吃。好像是冰淇淋蛋糕。然后放冰箱一段时间之后变成慕斯蛋糕。一定好吃。そうなの。だからね、吃不完也不用在意。我也不需要在意。もともとない。だって豆乳開けちゃった。牛乳足りないかもしれない。じゃあ段取りの悪さがね、ちょっと緩やか。日本でどうやったかっていう話で、私のどういう生活をしてたかというと、最初はなんかざっくり話すと、もう基本的に家族との時間みたいな感じで過ごしてた。なんかね、お嫁に来る前に。なんかコロナだから特別にその親顔合わせとかせずに、成果もさまだ会ってないんだけど、そうまだ会ってない、そうせずに衝撃、そう衝撃だけど、なんかこれ結婚できた、からなんかやっぱりなんかいきなりお嫁に来た感じやったっけ、だけど絶対帰ってくるねっていうのは約束してたから、家族になんか少しでも親孝行したり、その家族との時間を大切にするために帰ったけん、もうほぼ家族との時間。え、你什么时候开始做甜点的？一番最初？对呀。なんか覚えてないけど、多分小学校の時とかにバレンタインとか行って作って。为了谁做？なんかね、学校のね、担任の先生にあげてたみんなで。这么好。とかお父さんとか。お家のお隣さんがね、もうプロ並みにうまくてね。一回お家に来てもらって教えてもらったことがある。所以那时候学会了吗？不是，那时候只是。跟他一起做而已。まあやっぱり好き、料理よりどっちかというとお菓子作りが前は好きだった。でも今は同じぐらい好き。で、あ、そうそう。いつちゃんと作るようになったかというと、ずっと大学生の時も作ってた、なんか趣味みたいな感じで。でも大学
つぐらいだろうな、卒業する前後ぐらいでなんか料理教室に急に行きたくなって、うん、あのパンとお菓子と料理、うん、全部あのコースがあって学べる教室に行くようになって、でもパンはその時そんなに自分で作りたいとは思ってなかったから、お菓子と料理だけ選んで行って、うん、でその時に初級、中級、上級ってあるんだけど、上級まで行った？あ、なんか行ったのもある。例えばムースの初級、中級、上級とか、なるほど、焼き菓子の初級、中級、上級とかあって、うん、その時に選べるので行ってたから、上級まで行ったのもあるし、なんか中級で終わって、そのまま途中で台湾に来ることになったから、うん、あの解約してきました、うん、でもその時のなんか結構やっぱ自分で動画見てできるけど、あのやっぱりポイントとか教えてもらったりとかできたから、すごくそこで勉強になったなと。ありがとう、洗ってくれて。なんかね、お菓子作り楽しいけど洗うのまでがお菓子作りよって言われて、遠足みたいな帰るまでが遠足ですみたいな、なんかちっちゃい頃にお菓子作るのいいけど、ちゃんと片付けまでしないと作る資格はないみたいな感じで言われて、まあそりゃそうだよなと思って生きてたから、洗ってくれる人がいるとなんか幸せを感じる。ありがとう。いいかいと。ひとまず、わーお、煙、25分に、わお、やって、不幸在家、時間を設定してスタートキーを押す、オーブンの加熱を開始しました。ちなみにこのオーブンは日本で買った。そう、だから日本語喋る。どい、あ、ちなみにこのエプロンはセンカがプレゼントしてくれたものです、うん、ありがとうございます。うん、どういたしまして。今回日本に帰ってる間に送ってくれたっちゃん、うん、そうだね、本当に可愛いエプロンいっぱいあるね、日本ね。え、なんかテンション上がるよね、料理するときも。確かにね。セーパが今までの誕生日で一番思い出深かったの？まあそれはもちろんユウと出会ってからの誕生日全部印象的。恥ずかしい、その答え。本当に出会う前出会うまでの誕生日のこと全部忘れた。で、一番印象に残ってるのは、あ、最初、うん、ユウと出会って1年目の誕生日かな。なんで？もうなんかこっそりでそのカレンダー、あ、アルバム作ってくれて、うん、すごく感動した。でもさ、間に合わなくてさ、うん、なんか机の上にいっぱい残骸、切ったりした残り、うん、散らばってた気がする。で、え、なんでもないよとか言って片付けてた気がする。でもバレバレだよ。でも自分のために作ったのかなとか思った？もう思ったよ。やだ。ダメだよ、気づいちゃう。朝から部屋に隠れて、でめっちゃ膨らませてて、お父さんたち何の音やろうと思った。